はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸5をお送りします。で、このタイトルの丸3から言ってますけど、ずっと1問が続きます。今回も1問のみです。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は、今からね、この問題を解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。おじゃ、早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、実はですね、これまあ個人的な願望なんですけど、次回の丸6でこのタイトル終了なのね。で、丸5と次回の丸6はぜひね、セットで一緒にできるようにしてほしい。よく俺がそれを、ね、指導するときによくやるんですけど、で、似てるんだよ。で、何が似てるかって、関数と、まあ、範囲があるでしょ。今回、範囲は数字。ね、0、3分かってるんですが、こっちに A が入ってるのね。で、次回の丸6は逆なの。こっちには入ってないんですけど、こっちに A が入ってるっていうパターンで、すごく有名なのね。ここも次回のやつも。なので、セットでね、ぜひ覚えてもらえるとありがたい。で、1個前の丸4も AB 入ってたんだけど、あれは最大値最小値が分かってるタイプなので、ちょっと違うのね、グループとしては。いいかな。でも今回これ、まあね、式の関数の方に A が入ってる、それの最小値求めたいです。ただ最小値って言ってるから、やること同じ。基本的には微分してって、増減表書いてみたいな感じでいくんですけど、だからまずこれ微分して f'x でする、と 3x2 乗マイナス 6x で、これ消えればね、定数項だからね。で、f'x イコール0を解こうと。で、これイコール0つけて3で割ってから x くくろうか。もちろん 3x でくくっても構わないんですけど、ちょっと割るときは割ってしまう癖があるので、俺は。x で x マイナス 2a。で、これがイコール0なんだよね、今ね。いいかな。3で割って x くくり出しただけね。で、これを解くと、こっちからは0です。で、括弧の中から出てくるのは 2a。つまりこの2つが増減表で、まあ、キーワードになる場所ね、2箇所だね。となります。で、ちなみにまず大事なのが、今 A が正なのね。ってことは、2A って絶対正なの。つまり、0と 2A。2A っていくつかわからないよ。わからないけど、0と 2A 並べるときは0が左です。2A プラスだから右に来ると。で、ポイントなのが、3で止まるんだよね、ここ。範囲が。ただ、3で止まるんだけど、2A が3の左側に来るのか、出ない。左側なのか、右に来るのか、ってのはわからない。そこは、まあ、そこがポイントなんだけど、今回ね。で、一応わからないんですけど、今、増減表はあえて3より手前に 2a があるとします。だから、0、2a、3って増減表を書くんで、ちょっとそれで見てみてください。じゃあ、いくよ。x 書いて、で、f'x と、fx と。で、0から3なので、点々でいらないね。0からスタート。で、2a。点点点。3としときます。さっきも言ったけど、2a が右に来ることもあります。一応これで書かせて。で、この2箇所は0です。で、ここはないからちょっと癖でバツ書きますね。ちょっと伸ばしたい。で、値を一応出しておきましょう。fx、こいつですね。ここに0を入れると、消えて消えて残るから、5a3 乗、 2a 入れると 8a3 乗でしょ、マイナス 12a3 乗、全部 a3 乗か。8マイナス12、5だから a か、あ、いいじゃん、1か。だから a の3乗が来る。で、3を入れると27、あとこっちがまとめると長えな、これ。ちょっとこれはみ出すよ。 5a3 乗を3入れるからマイナス27a プラス27か。ちょっとはみ出ましたけど。で、こうなる。で、プラスとマイナス調べに行くんですが、これ 2a より右か左かちょっと入れにくいんですけど、これ a 使って入れます。例えば 2a より左に必ず a がいます。 2a より右に必ず 5a がいます。なぜなら a は正だから。いい。 2a と a 比べたら絶対 a の方がちっちゃいんだよね。つまり a はここのゾーンにいるので、
f'x、 ここに a を入れます。そうすると 3a2 乗マイナス 6a2 乗なんでマイナス 3a2 乗になります。 a を入れるとね。で a の2乗って正なんだよ、2乗してるし、もともとこれも正だよね。正に負をかけてんだから絶対負でしょ、つまりここは負になる。で同じように3の手前に行くかわからないけど、絶対 2a より右に 3a はいます。 5a もいる、 4a もいるから、どれ入れてもいい。で 3a とか入れると、本当はこっちに入れたら楽なんだけど、まあ一応ここに入れようか。 3a 入れると 27a2 乗マイナス 18a2 乗だから 9a2 乗か。で今度は a の2乗はプラス、それに9っていうプラスをかけてるから、ここはプラスになる。つまり下がって上がるよっていう風になります。で今この状態をグラフに書きます。一回さあ、右側答え書ききれるかな、すげえ不安なんだけど。でね、あ、ちょっと待って、これ上を消してそこに書こっかな、グラフ。ちょっと待って、で fx と x の0か。でちょっとあえて黒で書きますね、ここ。0の時 5a3 乗、いくつか分かんないですけど、まあプラスはプラスなのでちょっと多めに振ろうか、ここ。で 2a の時 a の3乗、これも分からないですけど、まああえてこの辺で、まあこうなってると。で右側に3がいるとして、まあどこか分からないですけど、じゃあちょっとあえて3ちょっと突き抜けますね、今あえて書かずに。下がってきて上がるから、まあ、こんな感じになってんのかなと。ね、下がって上がるからさ。で、結局、今この状態って 2a より3が右にいるのね。だから、どこにいるか分かんないんだけど、例えばこの辺にいようとしようか。3がいると。てん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 。ここまでなんだよ。使っていい範囲だから。だから使っていいグラフが、ここになる。最初値どこで取る？ここで取るよね、絶対。これって、3がどんなに右に走ったとしても、例えばここまで行くじゃん。こう来るでしょ。こう書いたって絶対ここなんだよ、最小値。今、最大値関係ないから。だから、2a が0と3の間にいたら、必ず 2a で最小値取るんだよね。で、これなんでこんなこと言ってるかっていうと、場合分けするの、今から。なんでか。もし、3がね、まあ、逆に言う、あ、なんか3がでいいか。3が 2a より左にいたとき、つまり 2a が3より右に突き抜けたとき、こっちに 2a が来る。そしたら、3がこの辺に来ちゃうので、こう塗るよ。使えるグラフここだから、最小値3の時に取るんだよ。 2a 通ってくんないから、この2つのパターンで場合分けをして答えを出します、最後。いいかな。なのでかけるかな、行ってみようか。まず1個目、まあどっちから書いてもいいですけどね。まずこっちを書いたので、 2a が0から3の間にいる時です。2a が0から3の間にいるとき。で、そうすると、まずね、a は0より大きいので、まあ 2a も0より大きいです。必ずね。ちょっとこれ忘れないようにつけましょう。で、3以下です。こっちにイコールが入ります。で、一応これ解いてしまうと、このままダメね。最初真ん中 a にしなきゃいけないから、2で割って、やべ。はい。る、あ、はい、ん、入ってる、大丈夫ね、この時です、大丈夫かな。で、この時に最小値が 2a の時で取ります。で、2a の時で取るから、x イコール、で、時々被っちゃうんでちょっとでにしますね。 x イコール 2a で最小値が a の3乗か、 a の3乗になります。いや、これが1個目の答え。で、なんでこっちにイコールが入るかっていうと、 2a と3がダブるってことは、 2a と3イコールね、同じになるってことは、ここまで範囲、ここが3なの今ってことは、ここまで使っていいから、いい、ここまで使っていいから 2a の時最小値取れるでしょ。で、こっちにイコールいなきゃいけない、 2a で取りたいからね。
今日は、意外と入ったな。まあいっか。2番、ちょっとかぶっちゃったね。今度は、2a が3より大きいときです。2a が3より大きいとき、右に来るから。なので、こうね。で、つまり、これも2で割るから、a 大なり2分の3。このときです。は、2a が右に突き抜けてる。つまり、3が左にいるの、ここに。この状態ね。だから、x イコール3のときに最小値を取ると。つまり、x イコール、3の時と時々かぶるね。3で、最小値、これか、3の時ね。5a3 乗マイナス 27a プラス27、合ってっかな。でね、こうなります。大丈夫かな。で、個人的にはこれで答え、多分途中式書かされるから、この問題はね、書かされるので、これで丸になるはずです、はずなんですが、一応次回から多分ね、もう板書間に合わないんですけど、こういう風になってきたら、もしね、先生が書けって言ったらだよ、最後書けって言ったら、これを、まあ、倍額の途中で終わってるので、ちゃんと書くとこれだよね。入るよね、きっとね、多分いけるはず。結局 A の範囲もね、書かなきゃいけない。ここからのね、 A がこれの時、これね、の時に、また同じの書いてるだけなんですけど、2a で最小値、a の3乗。で、もう一個、ここが、a 大なり2分の3の時、x イコール3で、最小値、5a3 乗マイナス 27a プラス27と、ここちゃんと書けよと言われたら書いてください。俺は芸技的に書いてなかったですけど、多分ちょっともう10年以上前なんで分かんないですけどね。まあ一応ね、今回は板書に隙間があるんで書かせてもらってるんですが、多分次回とか無理っすね。多分この場合分けを書くだけでいっぱいいっぱいになっちゃうと思うんだけど、まあ、こんな感じで答えてもらったらと、簡単に答えてもらえたらと思います。なので式の中に A が入ってるときは、こう微分してやっていくと、ここにね、 A が入るの、その切るところね。で、そこがその問わるとき、3だね、これだ、3の左に来るのか右に来るのかで図を描いたら分かる。自分で図を描いて、最小値取るとこ変わってんじゃんっていう、で、そのポイントで区切るんです。で、今回はその 2A が3のね、3までなのか、それとも 3a を超えてしまうのかっていう、そこでね、範囲と最小値の場所が変わるので、そうやって区切ってやってください。で、あとはイコールを入れる方、どっちに入れるのかっていう。で、まあ自分の考え方としては、図を描いたらね、慣れてくるといけるとは思うんですけど、こっち 2a で取りたいのね。 2a で取るってことは 2a が3になんなきゃいけないんだよ、範囲に入んなきゃいけないから。だから、あ、こっちイコールかって、で、こっちにイコール入ったからこっち取ろっかなみたいな感じでやってもらえたらと思います。いいかな。では、今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回でこのタイトル最後ですね。また1問です。で、最初にも話しましたが、今度逆ね、こっちに文字が入るタイプの問題をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。